泡盛残波プレゼンツ読谷大好き飲み歩き。この番組は有限会社比嘉酒造の提供でお送りします。読谷大好き飲み歩き、レポーターのはじめちゃんでございます。いやー、沖縄暑いですよ。もう夏にまっしぐらという形でね、日中過ごされてる方も多いんじゃないでしょうかね。そんな方のためにですね、夏を先取りのイベントがございます。夏を先取り浴衣でほろ酔い第1回島酒フェスタということでね、明日明後日ね、4月の14日15日のね、土曜日日曜日開かれますね。どういったイベントかというとですね、県内のですね46の酒造所さんがね集まってね、こちらいろいろとお酒を試飲できるイベントということでございます。読谷村からもちろん比嘉酒造さんね参加されますね。比嘉酒造さんの青森残波ね、飲み放題の試飲ができるということでございますよ。どういった内容になっているのかっていうのもね、担当の方にもね、伺いたいと思いますのでね、本日比嘉酒造さんに来ております。それでは早速行ってみたいと思います。それでは私一部署の方にお邪魔しております。お隣はですね、島酒フェスタの営業のね担当者の方来ていただいております。こんにちは。こんにちは。はい、お名前の方お願いいたします。と営業の玉城です。はい、玉城さんとね、島酒フェスタについてちょっとお伺いしたいんですが、早速ですが、この島酒フェスタ第1回開催ということで、イベントとしてはどういった内容なんでしょうか。ですね、沖縄県の、各酒造さんの、がですね、いろんな酒造で出してるお酒を、味わいながら楽しむっていうイベントになってます。はい、ね、こちら今回は那覇なんですよね、場所が。そうですね、那覇の、セルラパーク那覇、ドームではなくてその隣のちょっとドームで開催することになってます。ドームではなくて隣のドーム、待ってください球場ではなくて、隣のドームになってますね。球場ではなくてドームの方でということでございますね。はい、でそちらで開催される、島酒フェスタなんですが、いろいろと準備とか大変じゃないですか。そうですね、自分たちも準備とかは大変なんですけど、皆さんが楽しめるような感じでやっていきたいので、いろいろ考えながらやってます。はい、で、この島酒フェスタ会場ではどういった形で試飲ということはできるんでしょうか。ですね、会場では、ブースでお酒をもらって、でまたテーブルが準備されているので、そこで自分たちで好きなようにお酒を割って飲むっていう形ですね。また、外にも飲食店、フードも準備されているので、それを食べながら飲めるブース場所も設置されているので、楽しみながら飲めると思います。お酒に合う、フードの方もですね、出店として出てるということですので、各酒造所さんの、お酒を飲めることができるということでございます。早速ですが、比嘉酒造さん、どういった商品を今回置くんでしょうか。自分たちからは定番商品の、残波ブラック、ホワイト、あとは、リキュールとして、青切りシークワーサーだとか梅酒、あと読谷祭りだとか産業祭り限定販売の、コシモなども揃えておりますので、ぜひぜひ来てください。読谷祭りとかで、特定の限定での、出されるものも出てくる。はい、出ます。ちょっとそこはちょっと数量限定になるとは思うんですけど、それも準備してありますので、はい。で、その他にも、プレミアムとかグリーンとか定番商品ももちろん。そうですね、定番商品はもう全部置いてありますので、なので10種類ぐらいは持っていきます。ちなみに海の色とかも。海の色とかはちょっとないんですけど、逆に今回残波ブラックで、サングリアを作っているので、それも。何ですか、サングリア。お酒にフルーツなどを、漬け込んで味付けるお酒ですね。そういうサングリアっていうのも、今回初で、はい、初で作っておいてあります。これはね、島酒フェスタ行かないとですね、飲めないっていう風な青森になってますので、ぜひね、皆さんこちら来ていただきたいと思いますが、この島酒フェスタ
なんかいろいろと今回特典というかね、東野さんで準備しているところもあるんですよね。そうですね、あの浴衣で来場された方にはちょっと粗品の方を準備させていただいております。浴衣ですね。ジンベエじゃダメですか？ジンベエはそこ の, あの会場のスタッフの判断によると思います。なるほど、はい。まあ、浴衣を、ね、お持ちでない方も結構いらっしゃるかもしれません。ジンベエでももしかしたらもらえるかもしれませんのでね、ぜひ来ていただきたいと思いますが、その他にも読谷村からは送迎バスの方が出るんですよね。そうですね、土日で、地域振興センターの方から、土曜日が朝11時半で、1時半ですね。日曜日が、11時半からの、出発になってます、はい。ね、地域振興センターから、まあ、送迎バスという形で、この時の料金が1000円、お一人様1000円というふうに、ね、かかりますが、それにプラスアルファつくんですよね、何かが。そうですね、ゆずスパークリングの方1人1本ずつお付けしております。はい、ね、まあ行く前からねお酒が飲めるということです ね, ですね、はい。なのでそこで柚子を飲んで、また会場でもいろんなお酒を飲んで、帰りはまたちょっといい感じになって、またそこ那覇で飲み歩ければいいかなと。なるほど、はい。ね、また こちら会場ではまあ試飲という形の祭りになってるんですけど、販売とももちろんやってるんですか？そうですね、一応まあ、そこも数量限定になるんですけど、ちょ販売用で何種類かは持っていくことになってます、はい。当日、まあ、気に入ったお酒を、ね、飲みながら、あるいは、ね、また買いながらという形で楽しめるイベントということでございます。当日はですね、まあ、木山商店さんのライブとかいろいろイベントがあるんですが、確か古酒オークション。そうですね、古酒オークションもあるの で, であとそうですね、自分たちからは、2000年に漬け込ん、蒸留したお酒の方を出品しております。蒸留したものを、まあ、出品する予定と。そうですね、これあれですね、今このラジオ、ね、映像をご覧になっている方が先取り。そういったことはないんですけどまあ買っていただければ、でまたその買っていただければ金額の何パーセントかちょっと寄付金としてもうや送るので、またいくらで購入されるかは皆さん次第なので。そうですね、オークションなので値段が、まあ、一番高値をつけた方が落札と。落札なので、はい、まあ、通常より安く落とせる可能性もあれば高くなるという、いうことですのでね、まあ、そちらのイベントもぜひ参加していただきたいと思います。それでは最後に映像、まあ、ラジオを聞いている方々にですね、まあ、明日明後日ございますので、ぜひ PR のお願いいたします。島崎フェスは第1回目なんですけど、まあ、自分たちもどういった感じでこうできるかはわからないんですが、皆さんが楽しめるように頑張っていきたいと思いますので、たくさんの方のご来場お待ちしております。はい、ね、島崎フェスタ、ね、私ももちろん行かせていただきますのでね、ぜひ会場で、ね、皆さんと一緒にお酒飲みながら、ね、楽しみたいと思います。多くの方お待ちしております。本日ですね、営業の玉城さん、ね、お越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。私、有限会社東蔵は飲酒運転撲滅運動に協力しております。でまた島崎フェスタでですね、皆さん美味しいお酒をたくさん飲まれると思うんですが、飲酒運転しないように各公共機関を使ってご来場してください。でまた読谷村に戻ってきた際にはもちろん代行の方を使って、また別の居酒屋さんの方に足を運んでください。よろしくお願いします。今夜も琉球あまり残波で乾杯。明日、明後日、会場の方でお待ちしております。皆さん、ご来場よろしくお願いします。琉球泡盛残波プレゼンツ、読谷大好き飲み歩き。この番組は有電会社東酒造の提供でお送りしました。来週もお楽しみに。